こんにちは。テンバーアカデミー堀秀夫です。今日はオーストラリアで高く得た商品の例ということでね、どんな商品を高く売ってるのか、みんなどういう商品を売ってるのか、まあそういうね、質問をよくいただきますんで、まあ具体的に会員さんがこれ売ってるという商品は教えるわけにいかないんでね、私が探した、まあ差額のある商品、まあそれを一つご紹介します。まあこれはね、メッキができるようになれば、まあ値上がりする商品を購入して、 高くなったら売るという手法も取れるという例ですね。あの、買ってすぐ送ると、まあ資金繰り上はそれが一番ね、えー、良さそうなもんですけど、ただ逆に、えー、今、日本はすごいね、えー、お金を借りやすい状態なんで、えー、お金を借りる、あるいはもともと自己資金を持ってればね、えー、値上がりしそうな商品を持って、高くなってから高くなるまで待って売るという方法を取るとね、まあすごい、あの、 楽です。動力が少ないというので済みます。まあそういった中の一例でね、ガンダムのフィギュア、メタルビルド、ダブルオーライザー、発売時の定価は18,900円。でね、これ実際予約販売の時は、えー、割引して売ってるところすらありますからね、これ以下で買える。最,最上限というかね、えー、18,900円以下で買える。まあポイントがつくとかね。まあ たまたま今回やってたみたいな PayPay ペペキャンペーンみたいなね、あるいはポイント10倍アップとかそういうのを考えるとこれ以下で買えます。まあ、ただね、わ、えー、かりやすく定価で買ったということで18,900円で買ったと考えましょう。で、それが最近決まってる、えー、金額が1,350ドル。ね、えー、eBay で制約してます。これ約10万8,000円です。で、これ発売になったのがね、えー、5年前なんで、まあ、5年間でね、 5.71倍になっていると。5年間の投資で5.71倍になる投資など、まああるでしょうかということですね。まあせっかく日本に住んでいるわけですから、値上がりするおもちゃを持って海外で売るのは非常に効率のいい投資です。で、まあ 普通にね、えー、お金余ってる人って定期預金とか入れたりしますけど、まあ、頑張ってね、定期預金で、えー、金利がいいとこ、キャンペーンで金利がいいとこ探しても3年定期でね、えー、税金引いて0.278%ってのがありました。ね。えー、税引き前だと0.35%。これ、金利がいくらえー、525円。手間かけるだけ意味があるのかってぐらいですけど、 まあ、提供金だと525円の金利。おもちゃに買えれば値上がり利益は8万9100円と。ね。えー、元手が5.7倍になってるわけですよね。まあ、新品販売時に予約購入すると。高くなったところで販売する。まあ、これは自己資金が十分にあれば、あるいは借り入れをして、今、金利1.11%が、ね、基準金利です。この日本政策金融公庫だと、ね。これもっとも楽で、えー、利益率の高い稼い方です。 これね、個別サポート会の方で、目利き、まあ、こういうジャンルの商品だと目利きできるんじゃないんですかという方でね、えー、自己資金のもともと多い方、あるいは、ね、借り入れに抵抗ない方には、まあ、採用してもらっている方ですけど、まあえー、売れるまで時間かかると、あるいは寝かしてね、えー、商品を置いておく場所がいるということさええーまあ、我慢できれば、ねえーまあ、非常におすすめの方法です。 まあ日本のね、えー、おもちゃで高くなるものは非常に高く売れますね高く売れるものを高く売るとね、えー、日本国内で売るんだと責められることは多いですけど、まあ、別に海外の人ってね、まあ、その安く、ね、買ったものを高く売るっていうのは、まあ、欲しい人がいるなら、まあ普通に当たり前のことでしょうと。 逆に低下というのがねあんまりないですから、まあ、高くても買う人がいるとのはいいことじゃないみたいなね感覚の人多いんで、まあ、日本みたく戦えることもないですし、まあ、一応日本にはそういうねもの、えーまあ、によっては10倍以上、ねえー、で、まあ、2、3倍なんてのは本当無数に転がってますからね、えー、買ってすぐ2、3倍っていうのもねオーストラリアに持っていけばいくらでもありますけど、ただ金額が高くなってくると、それは難しいとね。ね 1000、えー、円2000円のものを、ねえー、1万円とか、ねえー、5000円で売るのは、まあ、いくらでも見つかってもさすがに、ねえー、1万円2万円のものを、ねえー、3万円とか6万円とかで売れるのはそうそうたくさんは見つからないただ時間をずらして、ねえー、そこまで高くなる見込みのあるものを、えー、買って売るという形であれば、ね、これは割かし、えー、成功しやすい方法なんで豆引、まあ、き,きができるようになってくれば まあ値上がりする商品を購入して高くなったら売るというね、えー、やり方は手間をかけたくない。お金はある。あるいはお金はないけど借り入れできるという人にはね、おすすめの手法です。まあ、これはね、えー、置いとかなきゃいけないとかね、えー、お金がなきゃいけないとか、えー売れな売れ、売れないで持ってるのが苦痛にならないという人にしか進めないんで、まあ、み,んなにみんながみんなに進めてるわけじゃないですけど、まあ、こういう例もあるということとね、 あと、紹介しても、何しろね、定価で買って置いとくというのが必要なんで、今買って今売るという事例と比べてね、紹介しても誰かの不利益になるということがないんで、紹介しやすいんで、今後もリクエストとかね、もうちょっとこういうの知りたいというのがあればね、紹介していこうと思います。そんなわけで、オーストラリアで高く売れた商品の例、ガンダムフィギュア、予約販売して買っときゃね、5.7倍値上がりしてたという事例でした。 以上、天板アカデミー堀秀夫でした。